ああ、なんかいいこと起きないかな。例えば空からお菓子が降ってくるとか。え、みんな上見て。YouTube さんからなんか届いてる。なんだこれ。これ開けていいの？なんか怪しくないこの箱。開けてー。あ、言ってるわ。言ってる？開けて。だと思って私持ってきたんですよ。準備がいいね。開けてください。行きましょう。はい。私が間違った。怖くない？意味がない。ちょっと。私結構ね、雑にこういうの開けちゃうんですよ。職人。まあね、15年間やってきましたからね。すごく長い歴を持っていらっしゃいます。あ、開いたー。せーの。じゃーん。あー、すごいすごい。待て待て、名前入ってる。違う違う、入ってる。はい、これは10万人突破した記念ということで、YouTube さんの方から銀の盾もらいました。やばくない？ちょっとかっこいいんだけど。ケゴチャンネルだって。うち英語で読むよ。そういえばなんか、コメントで英語を話してくださいって来てたよね。来てた。なので私が読みます。I be have a skill hand look at my wrist now. Have a sleepy? Our temporary artist paper, labor's camera to start worry. I have a temporary artist in Monday. Monday? I'm a temporary. Thank you.ということが書いてありましたね。すごくない？何これ？シルバーだし可愛い。次は100万人を目指して、はい、金の盾を取るぞ！そしていつも応援してくださる皆様、そしてここまで応援してくださった皆様、これからもチェゴチャンネル、そしてチェゴを応援よろしくお願いします。お願いします。銀の盾を私たちにくれてありがとう、みんな。ありがとう。ありがとう。これは大切に保管します。はい。一番自分の中で好きな YouTube は、すごい最近になっちゃうけど、うん、髪の毛を染めた最初の動画、うん、あれはなんかもう気持ちも、うん、なんか心機一転頑張るぞっていう気持ちで挑んだし、その美容院の方が色を決めてくださったんですけど、うん、もう私たちに合った色で、うん、なんかもうそれがねイメージカラーみたいな風になったので、うん、結構あの動画はいいなって個人的に思ってます。3人になってからもっと前よりも絆が深まったというか、うん、毎日投稿もしてるし、その動画の裏側にはいろんな思い出があるので、うん、なんか春形的には9月中の毎日投稿の動画も全部好きだし、うん、4人の時のダンス動画も企画も好きだし、まあでも本当みんなが思ってる以上に結構いろんなことをみんなでこのメンバーで乗り越えてきたから、もう絆も深いし、こういうことやってるとね、いろんな壁が目の前で現れるんですけど、まあ、こういうものだったりとか、あとファンのその一言一言とかがすごいねうちらの支えになるので、やっぱやってきてよかったなってすごい思うし、これからももっともっと頑張って、今はねもう私たちだけの夢じゃないから、応援してくださってるたくさんの人の夢でもあるから、絶対に叶えようっていう気持ちがね3人の中に本当に強いので、これからも努力は怠らずに精一杯頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。まずはねワンマンライブ成功っていう大きな私たちの目標があるので、そこに突っ走って頑張っていきたいと思います。以上チェゴでした。バイバーイ。はい、今日の動画も見てくれてありがとうございました。皆様のおかげで銀の再生ボタンいただくことができました。ありがとうございます。そして毎日投稿終わるまで残り1週間、みんなで駆け抜けるぞ。おー、バイバーイ。